ビヤンキースで活躍した松井秀喜さんはこう記しています。広く深い心と強く動じない心、すなわち不動心を持った人間でありたいと。我慢我慢。今日の探しテレビは生活習慣病を予防しようの話題です。ご案内は佐賀市食生活改善推進協議会ヘルスメイト会長の原田さんです。お願いいたします。お願いします。まずはチェック。脳卒中や心筋梗塞などの生活習慣病は人事ではありませんよ。終了。はいと答えた項目が多いほど注意が必要です。そこで孫は優しいで改善しましょう。孫は優しい。実はバランスの良い食事の覚え方なんです。孫は優しいの畑の肉と言われる豆類。ごミネラルなどがたっぷりのごま。わカルシウム豊富なわかめなどの海藻類。や1日 350g 以上食べましょう野菜。さ魚。ししいたけなどのキノコ類。いじゃがいもなどの芋。この中の食材で作っていただきました。日本の風土に合った食生活は一汁三菜です。食事の量にも気をつけてバランスよくとりましょう。孫は優しいを食生活に取り入れることで生活習慣病を予防しましょう。また食生活改善推進員の皆さんによるレシピもぜひ参考にしてください。あの松井秀喜さんも実践した孫は優しい食事法。あ、ごまはいいんですよね。ごまはありがとう。ごま